S どうもスカイピーいやということでですね、誰も見てない、今めちゃくちゃ人いない、朝倉いないんですけど、はい、こちらですね、毎回お世話になってます。毎回お寿司の企画するとしたのもこちらにお世話になってるということなんですけど、今回もこちらでお寿司の企画やっていきたいと思います。何ですか今回ですね、こちら見てください。当店一番人気、マグロココアテオ君、はい、あーこっちね、こちらでございます。了解。当店一番人気隠しちゃう当店一番人気マグロまみれ、これちら5貫あって1200円なんですよ、はい、この1000円分のお寿司なんですけど、はい、こちら早食いしていきたいと思います。いやでもね、5貫あったら普通ね頑張っても30はかかるんですけど、今回何秒ぐらいでいこうと思ってるんですか。まあ、5あったら10いきましょう。シッシッ、来ましたよ。普通に来たんでとりあえずこれ食べていきます。ほんま早食い前のお通し、めっちゃうまいですから。さあ来ました、用意スタート。はい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 、に、先にちょっと醤油をかけておきます。本当に10秒で食べるとさ、噛んでる暇ないよ。あ、そうよ、空っぽや。え、いけるマジで。まあでも10秒だったら飲んでる暇ないわね。シシ、いきますよ。いきます。あ、怖い、緊張してくるね。よう、そっから、そっからでいいの。もちろん、食べなければ。よう、まだまだまだね、まだまだまだね。え、じゃあこれ俺の歯って片付けないでよ。よーい、スタート。まあ、おいしいと切って出しとんの。うわ、すごい、いや終了。うん、これルール決めてなかったの。うん、飲み込むまでの口に入れるのか。もうクリア。やっぱすごいよ、ジンさん。最後まで見てくれてありがとう。どうもこんにちは、1000円を一瞬で食べきる男です。いや、贅沢な男ですね。ゆっくり食べてよく噛めば満腹中枢が刺激されてもっとお腹に溜まるのに。考えが気欠の学生、明日のスケープスはスカイハウスで疲れて寝ちゃった俺に天国がドッキリ仕掛けてきた。それでは楽しみに。ピース。ただ喜ぶくらい残ってるじゃん。